中国時報は中華民国で発行される反対アザ中国語の日刊新聞。現在本社は台北四万月に位置し、連合法、自由時報、貧化日報と並び次第法と称され台湾を代表する新聞としての地位を確立している。ブランケット版で一部10元。交渉部数は100万部。予信大学の実施した世論調査によると、 台湾で4番目に読まれる新聞とされる。政権交代以降は、広試合より、親中的な論調と評される。過去、民主化運動を支持するなど、一定程度リベラルな傾向があるとされてきた。中国新聞社とニュース配信契約を結んでいる。前身は、中国国民党中央常務委員よ、北田氏により1950年に創刊された、朝鮮新聞。当時の主要内容は、 物価指数に関するものであった。1960年1月1日に大号を朝鮮新,新聞法として総合誌となった。1968年3月29日には台湾の新聞として初めてカラー印刷を導入し、同年9月1日に現在の中国時報に解体した。 新聞発行の統制が行われていた1980年代までは、連合法と合わせて2大神、中央日報を加えて3大神と称された。中国時報は、交渉時報、ビス中国時報、中時番報、時報週刊、中時電子法などのメディアを設立し、衛星、ケーブルテレビ局中天電子を参加に収め、総合メディア企業として発展した。 三家の地方出版は台湾で最初に株式公開を実現した出版社である。この他に地方文教基金会、地方文化基金会、海域基金会などの公益団体も保有している。中国地方はしばしば政府と衝突した。小恵国政権とは1984年の江南事件によりビス中国地方が休館した際に決裂した。 民主進歩党が政権を獲得すると名誉毀損で沈水編に告訴されそうになり、系列紙の中時番法は検察の捜査を受けている。2005年12月24日、中国時報グループのコントロール下にある香港の投資会社を通じて、それまで中国国民党の参加にあった地上波テレビ局中国電子講師、ラジオ局中国公派講師、 映画会社中央電営講師を、買収、すでに買収済みの中天電子と合わせ、放送、映像メディアでも台湾有数の影響力を持つ、メディアグループを形成している。2008年、食品大手、サカンサカン、集団を率いる台湾一の富豪である、蔡イ志明アキラがオーナーとなり、翌2009年正式に統合発足した、サカンサカン中寺集団の参加に入った。 蔡広氏名は新中派で知られ、買収以降は中国寄りの論調が増えたと指摘されており、その現状に反発して辞める記者が相次いでいる。また、同様にメディアの中国寄りを憂慮する市民がデモを展開している。読売新聞をモデルに異業種、異分野への参入を進めている。代表例が地方広告省であり、中国語広告会で、 最も歴史の長い広告賞である。地方詩人によるデータベース事業、プロ野球球団、地方高、読売旅行者と協力関係にある、地方旅行者などがある。1990年代から大型展覧会を実施している。ありがとうございます。